どうも、スマスモ TV ナビゲーターの角野です。今日はですね、親子フラット広場スマという場所に行きました。ここは以前にこのスマスモ TV で実は場所だけ使ったことがあるんですよね。その時場所のことには触れてなかったんですよ。今日は満を持してこの場所のことを紹介、したいなと思います。で、今日は親子フラット広場、スマから、大岡さんに来ていただいてます。大岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここはまず どこにあるんですかね。ここはですね、スマ区役所の2階にありまして、誰でも気軽に親子の方が集って遊んでいただく場所になっております。フラット、その名の通り誰でもフラット来れる。はい、じゃあ予約とかそういうのもいらない。全くいりません。はい、時間はいつからいつまでやってる。時間の方が午前9時から午後5時までの間、いつでもお越しいただいて大丈夫です。じゃあもう朝から夕方までずっと。はい、曜日とかそういうのは。曜日の方も月曜日から土曜日まで開けてますし、日曜日は、第3日曜日のみ開けておりますので、いつでも使っていただけるお日にち設定にしております。区役所の中にあるのにもう土曜日とか日曜日も開いてたりするんですね。そうなんです。スマ区役所の玄関から入ってきていただいても、警備の方がしっかりと安全守っていただいてますので、安全に使っていただくことができます。素晴らしいですね。ここはどういうふうに使われる、お母さんにとってとかお子さんにとってとかどういうふうに使われるような場所なんですかね。本当にここはフラッと来ていただいて、いつでも、お子さんと触れ合いながら楽しく遊んで、いろんな遊具や絵本も用意してますので、年齢に合った場所で、年齢に合った、おもちゃで遊んでいただけるっていうところがあります。そうですね、この見た感じ楽しそうな遊具がもうたくさんあって、ちょっとまたね後でいろいろ紹介していただきたいなと思うんですけど、今日は、イベント、があって来させてもらったんですけど、イベントは普段からやられておられるんでしょうか。そうですね、お母さんと遊ぼうとか、スマカフェっていうのがありますので、そこでティータイムをお母さん方がしていただいたりとか、あと発育測定もしております。発育測定ってどういうことですか。子どもたち本当に成長の時期ですので、身長とか体重とかが計測できるように、定期的に測っていただけるような形でしてます。なんかちょっと楽しいですね。そうですね、すごくやっぱりお母さん方健康に関心ありますので大人気です。スマカフェっていうのはそのお茶を楽しみながらお母さん同士なんかこうちょっと話したいことがあれば話したりとか、そうですね、本当にお母さん同士の憩いの場でもあったり、で情報交換の場でもありますので、ちょっと子育ての途中にお茶を飲んでいただいて、一息つく時間っていう形で設けさせてもらってます。いろんなことができるんですね。で先ほど見させていただきました、先生と遊ぼうね、すごくいいですね。絵本すんごい大きな絵本でみんなかぶりつきで見てましたけどね。あとなんかこう子供さんをこうロケットとか言って遊ぶようなやつもなんかめちゃくちゃ、あれも大人気なんですかね。そうですね、やっぱりお家ではできないことをちょっとここでやってみたりとか、他にも体操したりダンスをしたりとか、制作もする時もありますので、またご利用いただけたらと思います。こういうイベントは不定期とかそういう感じでやられるんですね。そうですね、今ちょっとコロナウイルスの関係もありますので、ホームページをご覧いただいたら随時ご案内ができてますので、またそれを見てご利用いただけたらなと思います。ホームページは親子フラット広場スマで検索したら、出てくるんですね。はい、大丈夫です。じゃあ早速なんですけども、このちょっと楽しげな場所をいろいろ紹介していただけたらなと思います。よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。はい、はい、それでは子どもたちに大人気のスタッフがおりますので、そうなんですね、はい、どうぞ、よろしくお願いします。じゃあスタッフさんの方に紹介していただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、します。さて、ここからは、岡本さん、稲田さんにご紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず
皆さん親子で来られてどこに、行かれるんですかね。まず来られたら受付をしていただくんですけど、はいはい、今コロナのね、そうなんです、はい、コロナの時期なので、うん、後ろに健康状態のチェックなどをさせていただくんです、はい、もちろん自分の体調だったり、うん、お熱を検温したりだったりしながら、うん、ちょっと健康状態の確認をして入室していただくっていう形ですね、うん、安心ですね、はい、でこのまま行って、はい、おっと人気の大人気の車です、はい、車がやっぱ人気ですか。やっぱりすごい人気ですね。入ってきて、はい、まずはって思ってくださる、なるほど、はい、ロッカーがね、はい、ありますね。ロッカーがありまして、このロッカーが大きいですよね。はい、はい、うん、大きいのでお買い物帰りだったり、はい、でやっぱりお母さんとかお荷物がたくさんある方が多いので、うん、こういったロッカーはすごい喜んでもらえますね。便利ですね。いろんなついでついででちゃんと荷物が膨らんでもこういう場所があります。でいろんな年齢に応じてっていう、ことをお聞きしてましたけども、はい、こちらが赤ちゃんが主に入って遊んでいただける場所になってます、うん、はい、この真ん中にあるピラミッドがすごく大人気です、はい、ね、みんな最初ハイハイでバーッとここ一目散に来てたんですよね、はい、あ、よかったねこういう場所があっておいしい。でだんだん年齢が、はい、上がるにつれてですね、はい、こちらはここが絵本コーナーでして、はい、年齢別に、うん、シールを貼ってて色分けしてるんですね、はい、赤と青と緑と、でここの赤色が赤ちゃんの絵本で、うん、いろいろ本当ですね、シールで、はい、じゃあちょっと私誕生日過ぎたから黄色チャレンジしてみようかな、ね、そういうのもあるかもしれない。そうですね、いいですね、こう着台とかもあって、はい、ちょっとゆったりと読めるように。でお次は、はい、はい、おっと、これはなんかちょっとアクティブな遊びを、ね、そうですね、ちょっと年齢が上の方のお子さんがおままごとしたりだったりとか、あとブロックとかがあるので指先使いながら遊んでもらったりしています、うん、バーッとおもちゃ広げて遊べるっていう、ね、はい、うん、ここなんかシステムキッチンがありますね。大人気です。誰かがお野菜を洗ってますね。洗ってくれてますね、すごいですね。で、お、こちらがここはボールプールで大人気なんです、ね、これ大人気ですね。なんかさっきも一番最初にここに入ってた子いましたけどね。そうなんです、飛び込んだり、うん、いいですね、こういうのあったら本当に嬉しいですね。わざわざ行きたくなる場所ですよね。、うん、あと壁になんか、ね、そうなんです、ちょっと変わった壁がありますけど、もしお子さんだけじゃなくて保護者の方も結構、うん、保護者の方も、はい、入られてるのでよかったら入られますか。どう入っていいか分かんないですけど、ちょっと狭いですかね。あ、そういう感じです、すごいね、なんかめっちゃこもる感じで。ちょっと安心するような、はい、子供さんとかこういうね狭い場所とか好きやと思うんですね、はい、あ、なんか階段登ってる。そうなんです、ここが大型遊具で、うん、よいしょ、はい、この階段を登ってここに出てくるんですけど、この大きい滑り台シューッと、あー、滑り台が意外と早いんですよ、ツルツルですもん、はい、滑り台といろんなものまだまだあるんですね、はい、キリンの穴をトンネルをくぐったり、はい、このゴリラを登ったり、登る、はい、ボルダリングみたいな、ね、はい、そうです、あ、こういうねソファーがあるとお母さんも見ながら、はい、見ながらね、ゆっくり、なんかすごく人気で集まってる場所が、ね、飼育遊びコーナーになります、はい、ちょっとこういうパズルだったりとか、あとはなんか魚釣りする。あ、なるほど、ゲームとかそういうのができる場所なんですね、はい、塗り絵もありますね、塗り絵もあります。あとちょっと大きい子向けのおもちゃもこの上の段にあるので、すごいいろんなゲームがあって、はい、あ、自分で撮れるのいいですね。、うん、あ、自分で選んで、はい、持っていきます。あれ落ちちゃった、落ちちゃった、うん、よいしょよい
いしょ。で、あとお母さんにもちょっと嬉しい場所がね。はい、そうですね。スカビゾン、ちょっとだけ中ベビーケアルーム、はい、ベビーケアルーム、はい、大丈夫です。大丈夫、はい、もしよければ。ここはまず、ここはおむつ交換をするお部屋なんですけど、寝転んで変えることもできますし、うんうん、こっちが立って変える、キリ見ながら、そうなんです、はい、ここしがみつく感じですかね、ここにこう持ちながら、こっちの方がね、お兄ちゃんやったら手軽にできますよね、はい、そうですね。で、広いのがいいですよね、はい、明るくて、うん、あとはで、こちらが授乳室になるんですけど、はい、わーすごい広いですね、ちょっと静かな、ゆったりとして、うん、そうですね、ちょっと静かで、はい、一番離れてて落ち着いて、はい、ね、ゆったり、やっぱり綺麗で明るくて広いっていうのは、ね、なかなかあの授乳室とかね、おむつ替えコーナーあってもなんか狭かったりとか暗かったりとかある中で、うん、ね、この駅前この辺ではすごいいい場所ですね、うん、わざわざこのために来るっていうのがいいかもしれないですねそうですね、はい、はい、あとは何かこういう、あ、キッチンが、あ、そうですね、こちらスマカフェのエリアになってまして、今日はどういうふうに使われるんですか。と、電子レンジだったりとか、うん、ポットはあのご自由に使っていただけるようになってます、うん、あのミルクを飲ませてあげたいって方だったりは、うん、よくポットを使われてますね。あの離乳食とかもこれで買ったりとかして、はい、で、ここで作った離乳食はこの場所で食べれるんですか。そうですね、 こちらの、はい、テーブルで、ここはご飯とか飲食をしていい場所です。そうです。何かあのお弁当を持ち込んでここで食べたりする方もおられます。いらっしゃいますね。なかなかそういう場所ないですもんね、うん、あとはこんなあの使われ方してますよみたいな、兄弟で来られた方とかは、はい、うん、上のお子さんは遊びたいけど下のお子さんが寝ちゃったとかなった時は、うんうん、ベビーベッドだったりとかラックを使われてる方がいらっしゃいます。このラックね、はいはい、これです。あ、いいですね移動もできるので、はい、るので兄弟見ながら寝か、はい、横で寝かして、ああいうこういうのもあるんですね、はい、うん、あ、いいですね。あ、だからいろんな年齢が来ても大丈夫だし、兄弟で来ても大丈夫だし、ね、はいはい、はい、あ、いろいろなんか楽しいものたくさんで、ね、なんか僕の子供がちっちゃい時こんなんがなぜなかったんだろうという悔しい気持ちになりますけど、はい、いろいろ紹介していただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、むちゃくちゃこう楽しい場所ですね。もういろいろ見させていただいてすごく機能が充実してますよね、うん、子供が遊べるちっちゃい子からちょっとお兄ちゃんまで、ね、お母さんにとってもなんかすごく嬉しい機能がたくさんありましたよね。あのこういう場所を、ね、スマックアクションの中にあるということでいろんな人にちょっと知ってほしいですよね、はい、あの改めてお聞きしますけども、こういうここの場所どういうふうに使ってあのいただきたいとかっていうのはありますか。あのすごく広くってあのたくさんのおもちゃがありますので、うん、本当に親子がしっかりと集っていただいて、うん、本当にあのお母さんだけじゃなくお父さんやおじいちゃんやおばあちゃんも来ていただいてますので、うん、本当にみんな家族で楽しんでいただける場にもなってます、うん、でそれとお母さん同士の情報交換とか、はいはい、コミュニティとか、うん、お仲間作りっていうこともできますし、うん、あと私たちに、うん、なんか子育てでお悩みのこととかあったら、うん、気軽に声かけていただいたら、うん、またいろんなご相談に乗れたりとか、また情報提供もできますので、うん、はいはい、まあ、そういう形であの本当にあの気軽にご利用いただけて、うん、はい、みんなの楽しい場所に広場にできたらなと思っております。そうですね、はい、あの区役所の中にあるんで、なんかついでとかそういうのとかでもね、うん、フラット来てまさしくフラット広場という感じで来ていただけたらと思います、はいはい、皆さんもよろしくお願いします。はい、はい、ということで、今日はあの親子フラット広場
妻、にお邪魔いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それではスマスモ TV 次回もお楽しみに。さよなら。